眠れないほどどんどん好きになってしまうからだんだん怖くなって。おはよう、リツカ。そうだっけ。それよりおはようのキス。ダメじゃないよ、もう少しこうしていよ。君って柔らかくてすごく気持ちいい。また眠くなってきた。おい、リビングのソファーにシキがいないんだが。やっぱりこいつまたベッドに潜り込んでいるのか。起きろ、早く起きないか。うるさいな。
お前、毎朝毎朝懲りもせずに妹のベッドに忍び込むな。完全に目が覚めちゃった。目が覚めちゃった。じゃない、いつも言ってるだろ、勝手に忍び込むなって。仕方ないよ、だってリツカの隣が一番ぐっすり眠れるんだから。それとも俺に寝不足になれっていうの？そうは言わないが、ちゃんと一人で眠れるようになれ。でも俺がこの子と一緒に寝ても誰も困らないよね。そういう問題じゃない。いいか、こんなことを許すのは今日限りだからな。それ昨日も言ってた。覚えているならもうやるな。はーい、ま、気が向いたらだけど。至急！ねえ、うるさいよ、そんなに大声で怒鳴ったら近所迷惑じゃないの？今、俺のことを考えてたでしょ。君のことならわかるよ。何でも。ね。だって、俺は君が大好きなんだから。はい、おはようのキス。もう一回。だから朝っぱらからイチャイチャするのはやめろ。なんだ、俺が作った朝食に何か文句があるのか？ううん、文句はないよ。ただ、味になれないだけ。俺の料理がまともじゃないとでも言いたいのか？違うよ。今まで人間の食事は何を食べてもまずいだけだったからね。食事の味を悪くないって思うのは新鮮な感じがして面白いんだ。これが美味しいってことなのかな。美味しい？うん、人間になってから改めていろんなものを食べたけど、リンドの料理は美味しいんじゃないかな。あ、そうか。
ねえ、明日も美味しい朝ごはん作ってよ。お前がリツカのベッドに潜り込まなかったらな。あ、そう。じゃあリンドの朝ごはんは諦めるよ。諦めるのはそっちじゃないだろ。ほっぺにケチャップがついているわよ。え、本当？ありがとう。まったく、子供じゃないんだから、いつまでも面倒かけるな。ねえリンド、いきなり弟ができたみたいじゃない？こんなでかい弟はいらない。弟じゃないよ、俺はリツカの恋人だから。そうだよね、うん、あらあら、誰の前でも関係ないよ。俺はいつでもどこでも君のことが大好きだからね。シキュうれしいな、君と二人で登校できるなんて。リンドに用事があってよかった。じゃないと邪魔されながら歩くことになるからね。君は俺と二人きりで嬉しくないの？さあ、どうだろうね。ごめん、拗ねないで。ね、手をつないであげるから。着くまでこのまま
つないでいこう。確かにもうレムの命令はないし、わざわざ通う必要はないけど、人になったからかな。世界の捉え方が変わったんだよ。すべての見え方が今までと違う。人間としていろいろ勉強するのが今は新鮮で楽しいんだ。まあ一番の理由は君と離れたくないからだけどね。赤くなった。照れてるんだ。君も俺のそばにいたい？そうやって恥ずかしがるから余計に聞きたくなるんだよ。でも嫌じゃないよね。嫌なら話してあげるけど。ほら、思った通りだ。今は誰もいないし、もうしばらく抱きしめててもいいよね。せっかくだし、キスもしちゃおうか。どうして？恋人なんだから悪いことじゃないでしょ？天罰を食らうようなことならやめるけど。そんな理由じゃ俺を止められないよ。ね、目を閉じて。はい、そこまで。あ、オーライで何イチャついてるの？おはよう。懲りもせずに朝から大変ね。で、あんたは朝からこの子に何してるのよ。恋人らしいことをしてただけ。悪いことは何もしてないよ。
君だって嫌じゃないもんね。よかった。じゃあもう一回抱きつかせて。やっぱり君に触れてると安心するね。このまま落ちちゃいたい。そうじゃなくて眠くなる。もうそれは残念だね。ねえ、本当に平気なの、リツカ？そうは言っても心配だよ。こいつに常識がないのはよくわかってるし。それは俺にだって自覚くらいあるよ。だから少しずつ学んでるんじゃない？学んだ成果が全然見えないの。そもそも信用ならないのよ。ねえ、前から思ってたけど、なんだか俺への風当たり強くない？だって私はあんたのことまだ。行こう、リツカ。遅れちゃうよ。うん、わかった。態度悪くてごめん。でもまだあいつが大勢の人を傷つけたの忘れてない。忘れられない。
そうね。分かってる。私も頭では分かってるの。ただ、気持ちの整理がつかないだけで。謝らないでよ。あなたは何も悪くないんだから。まあ、一つだけあなたの悪いところ、見つけた。男の趣味は悪いわね。けど、そこに文句を言っても仕方ないから、諦めてあげる。さあ、急がなくっちゃ。じゃないと本当に遅刻しちゃう。そういえばもうすぐ校外学習だね。クラス会で話したじゃない、来週、自然と触れ合うためにも野外活動を行いますって。もう、あいつのことばかり考えてるからよ。まあ、四六時中一緒にいるのなら仕方ないのかも。あいつ、ずっとあなたにべったりだし。まるで親鳥の後を追いかけるひな鳥みたいだよね。何言ってるの？どっからどう見ても子供でしょ？人目も気にせず路上で抱きついたりして。まあ、さすがに校外学習は学年別だから、ついてこられないだろうけどね。当然ついていくけど。え？ちょっと、どこから現れたのよ！さっきからいたよ。そこの窓のあたりに。俺がいない間、君がどんな顔をするのか見てたかったんだ。キャンバスに写し取りたいくらいだったよ。そんなことより校外学習についてくるってどういうこと？学年が違うのに。そんなの関係ないよ。どんな手を使っても潜り込むだけ。もう魔力はなくなったし、操ったりはできないよ。
校外学習か、楽しみだね。心外だな。君のそばにいたいだけだよ。もちろん野外での活動も興味あるけど。それとも何かいたずらしてほしい？期待されてるなら頑張るよ。慌てなくてもいいのに。冗談だよ。相変わらず可愛い反応するよね。平気だよ。もう先生から許可はもらったし。どうやって許可を取ったのよ。普通にお願いしたんだよ。俺は2年の校外学習に参加できなかったから今回行ってみたいって。自然に触れる勉強なんて初めてだからね。いろんなことが学べると思ったんだ。インスピレーションも刺激されそうだし。それにせっかく先生たちが企画してくれる行事なんだから、卒業する前に経験しておきたいじゃない。うん、感動されて握手までされて許可も下りたよ。校外学習めんどくさいからってずる休みする子もいるからね。こんな熱心なら参加も許可するよ。本当に潜り込む気なら絶対くっついてくるわね。はあ、せっかく久々に女同士水いらずで話せると思ったのに。わかった。その日は一日中あなたを独り占めするからね。ねえリツカ、あんまり彼女と仲良くならないで。やきもち焼いちゃうから。でも独り占めはずるいよ。それはこっちのセリフ。あなただって毎日この子を独占してるじゃない。私の方が先にこの子と会ったのに。出会ってからの期間なんて関係ないよ。
俺の愛情の方が深いんだから。友情の深さなら負けないわよ。大事なことよ。大事なことだよ。ちょっと俺の真似しないでくれる？あなたこそ私の真似をしないで。ようやく傷が癒えた。あの他天使、よくもやってくれたわね。まさか東京タワーから落とされるなんて、これ以上にない屈辱だわ。ネスタ様は魔界へ戻られた。この私が置いていかれるなんて、これも全部あの他天使のせいよ。このままじゃネスタ様に顔向けができないわ。戻るためにも手土産が必要ね。待ってなさい堕天使、私をあんな目に遭わせたこと、必ず後悔させてやるわ。